温殿ザメ科に属するサメの一種。北、大西洋全域と沿岸沖の大陸放置帯に生息。英名が示すように、グリーンランド近辺の海域にも分布。井戸が北の低水温の海水であれば、浅い海域にも浮上してくる。西温殿ザメの歯と顎。左上は上顎、左下が下顎の歯一角と共に描かれた西温殿ザメ。目についた、 寄生虫も紹介されている。角ザメ目の最大種で、最大体長7.3メートルにもなる。体色は灰色。禁煙種の温ン,ンザメと同じに深海性だが、餌を求めて旋回に上がってくる。顎の歯は上顎についている歯がやや突き出て、下顎の歯がやや小さくなっている。噴部はやや前方に突き出る。体型はやや太めで横幅がある。 体の大きさに比べて、ヒレと目はやや小さい。目には寄生性の貝足類をぶら下げていることがよくある。同族のオンデンザメとは大きさや見た目などよく似ているが、オンデンザメは第一背びれと第二背びれとの間の長さが、分担から第一エラ穴までの長さの3分の2であるのに対し、本種は第一背びれと第二背びれの間の長さが、 粉炭から第一エラー穴までの長さとほぼ等しいことで見分けることができる。基地の脊椎動物としては最も長寿であり、放射線年代測定法によって推定された最も、高齢な個体は392プラスマイナス120歳であった。また生成塾には約150年かかると推定されている。ヒレが小さく、ずんぐりとした体型である。 低温域に生息しているため筋収縮速度が遅く、泳ぐ速さは時速 1km 程度と、サメ類に限らず大型魚類の中でも極端に遅く、世界一のロイ魚とされる。一方で、植生は非常に多彩で、サケ、マスなどの魚類や、低生成動物を主に捕食するが、大型の個体となると、アザラシをも襲うようになることが、胃の内容ものから判明している。 動きが遅いため積極的に獲物を追うのではなく、待ち伏せや、不意打ちといった手段を使うと見られる。貪欲で、餌になりそう。しかし、死亡して、漂流していた個体を食べた可能性も指摘される。船員の長靴や、海に沈んだ人間の遺体まで、胃の中で発見された例もある。熟成中の墓ある。本種やウバザメの肉を、このように発酵熟成させて作る。 体が大きく、その貪欲な食性のため潜在的に危険なサムとされるが、人の泳げない低温海水域に分布しているので、直接外に及ぶことはないとされる。本種は肉にトリミチルアミニエヌオキシドという毒があって、焼いて毒抜きしないと食べられないと言われる。肝臓は肝油などに利用され、アイスランドでは発酵食品ハカールの素材にもなるため、北極海近辺では、 年間3万頭余りが捕獲されている。北方系原住民の人々は、古くから本種を利用しており、ギジエサを丈夫なロープにくくりつけ、氷の下に巻き、そこで誘い出された本種を捕獲していた。ありがとうございます。